こんにちは。技能実習制度に代わって育成就労制度、これが創設されます。この育成就労は原則3年で、その後最初5年間働くことができる特定技能1号、これに移行できるようになります。ただこの在留資格で家族同伴できるまでには、だいぶ長い時間がかかりそうです。以上です。